オロチマルの画策により引き起こされたこの輪くずし、その被害は甚大だった。動乱から立ち直るため、この輪隠れの里は新しい指導者を必要としていた。その白羽の矢が立ったのは、オロチマル同様に伝説の三人と称されるガマ仙人ジライアであった。火影就任の要請を受けたジライアであったが、他の適任者を探し出すと言って旅立つ。その傍らにはナルトの姿があった。一方その頃、この木の葉隠れの里に思いがけない訪問者があった。この木の葉隠れの里の抜け人にして、暁と名乗る組織の一員、ウチハイタチ。イタチはサスケの兄であり、また憎き敵でもあった。5年前、イタチはこの木の葉隠れの里の名門と謳われたウチハ一族を一夜にして滅ぼしたのだ。サスケだけを残して、彼の来訪を知ったサスケはすぐにその後を追い、イタチがナルトをさらおうとしている現場に遭遇するのだった。久しぶりだな、サスケ。じゃあイタチ、あんただけは絶対に許さない。邪魔な存在にすぎない。あんたを倒すためだけに俺は生きてきた。死ぬ。うちはイタチ。あんたを消す。やはりお前は弱いな。サスケはイタチを倒そうとするが、実力差はいかんともしがたく、イタチの現実つくよみを受けてしまう、お前には憎しみが足りない。そう言い残すと、イタチは助けに駆けつけたジライアをも手玉に取り、その場から逃げ去るのだった。
修行を行いながらもナルトとジライアの人探しの旅は続く。ジライアが次のホカゲと目したのは伝説の三人の一人で超一流の医療忍者でもある綱手だった。だが時を同じくしてオロチマルとその腹心薬師カブトも封印されたオロチマルの腕を治療させるため彼女に接触していた。かつて綱手が愛した故人を蘇らせるという還元を伴って、しかし交渉は決裂し綱手は兜によって手傷を負わされる。そこへナルトとジライアたちが割って入る。ナルトはジライアとの修行で得た新しい忍術螺旋丸を駆使して兜に立ち向かうのだった。これ以上好きにはさせねえ。君ごときが僕の相手をするのかい？出しゃばるなら容赦はしないよ。ナルト君、君はいつもホカゲになるってはしゃいでいた。今も同じようにはしゃぐ。ガキは全て簡単だ。だからバッツーマーキーナルト2000年弾ナマキー。俺は絶対負けねえ。君を見ているとイライラする。そろそろ黙ってもらおうか。怖いこの僕。ここから逃げ出したい。どんなに生きがったところで君はただの可愛い下人なんだ。ガキは状況次第で諦めて逃げたい時に逃げた。やっぱ自分の言葉は曲げねえ。うん、どうだキーキーナルト2000年弾腕になるまで俺は絶対死なねえ。ナマキー影分身の術。ガキはガキらしくさっさと消えろ。もういい、もうやめろ。私のことは置いて逃げろ。大丈夫だってばよ。俺はホカゲになるまで絶対死なねえからよ。その姿に心を動かされた綱手は再び戦うことを決意する。伝説の三人揃い踏みの激闘は深手を負ったオロチマルたちの撤退という形で幕を閉じるのだ。
五代目火影に就任した綱手のもと再出発した木ノ葉隠れの里であったが、早くも問題が出退した。オロチマルの配下である音人たちの誘いに乗り、サスケが木ノ葉隠れの里を抜けたのだ。かつて中忍試験で競い合った者たちと一緒にナルトはサスケ奪回の任務に就く。一人また一人と仲間たちが脱落していく過酷な任務の末、ついにナルトは最後の音人に追いつく。君マロはオロチマルに受印を与えられ、新しい器の候補とされていたが、不治の病にかかりその資格を失っていた。しかしオロチマルを崇拝する心は誰よりも熱く、サスケを手に入れるため命を捨てて戦いに参加したのだ。サスケは絶対渡さねえ。すぐに始末してやる。オロチマルは一体何がしてんだ。オロチマル様は不死の術を手にしている。だがその肉体がそのまま保ち続けるわけでは、体が朽ちる前に強く新しい肉体を魂に器にする。それがサスケだってのか。ああ、そうだ。そんなこと俺がさせるか。行くぞ。ラセンガン。クーマ特攻弾。行くぞ。クーマ特攻弾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 。サスケの元へは行かせない。彼はオロチマル様の器となるものだ。俺の邪魔をするんじゃねえ。クーマ特攻弾。ヘッソレヘッヘッ。行くぞ。行くぞ。潰してやる。ナマキ。その時、音人が運んでいた棺桶が爆発し、中から異様な姿のサスケが現れる。戸惑いながらもサスケの無事を喜ぶナルト。だがサスケはナルトの呼びかけに応えることもなく走り去ってしまう。圧倒的な力にナルトは押されるが、救援に駆けつけたロックリーに辛くも救われる。ゲジマユ、なんでお前が。そんなことよりナルト君はサスケ君を。この人は僕が倒します。
約束です。さあ、何してるんです。早く行ってください。おい、あとは頼んだぜ。ナルトはリーに戦いを託すと、サスケを追うのだった。終末の谷。かつて木の葉隠れの里を創立した二人の忍びが争い合った場所である。この地でナルトとサスケは向かい合った。ナルトは仲間であると同時にライバルのサスケを救うため出奔をやめさせようとする。サスケはイタチを倒す強さを得るため器として利用されることを承知の上でオロチマルの元に赴こうとしていた。仲間を助けに来たナルト、仲間を切り捨てるサスケ、相反する二人は互いの思いの正しさをかけ終末の谷で雌雄を決しようとしていた。なんでだよサスケ、なんでそんな風になっちまったんだよお前は。俺には俺の道がある。たとえ誰であろうと指図される義理はね。俺はオロチマンの。あいつは、オロチマルはお前の体を入れ物として欲しがってる。ラセンガン、これねえかもしんねえ。そんなところに、いっそお前を行かせられっか。俺の目的が達成できれば、それでいい。できやしねえってばよ。お前は、力ずくでも連れ戻す。もう、俺ってば、お前にとって仲間でも何でもねえのかよ。俺たちは口にこそ出さなくても友達だって思ってたんだよ。だけどそう思っていたのは俺の方だけかもしんねえ。それでズンマキーナルト2000年なんでだよ。なんでわからねえんだサスケ。ナマキ、なんでそこまでして俺に。俺にとっちゃやっとできたつながりなんだ。だから俺はお前を止めるんだってばよ。友を止めるため九尾のチャクラを放つナルト、呪因を解き放ち状態2へと覚醒したサスケ。そろそろ死骸にしようぜ。これまでの戦いをナルト。本心の力を込めた螺旋丸と千鳥がぶつかり合い、二人の死闘はついに決着の時を迎えた。ナルトの思いはサスケには届かなかった。ナルトは意識を失い、サスケの前で倒れ伏した。だがサスケはナルトの命を奪わずにその場を去った。
イタチとは異なる。イタチを上回る力を求めて。サスケを取り戻す任務は苦い失敗に終わった。これより先、ナルトとサスケ、たもとを分かった二人の戦いは川のように止まることなく流れ続いていく。サスケが木の葉隠れの里を去り、2年半が経った。ジライアに弟子入りし、たくましく成長したナルト、綱手の下で医療忍術を学んだサクラ、一人前の忍びとなった二人は、かつての隊長であるカカシとチームを組むことになる。カカシはナルトたちの今の実力を測るため、かつて行った演習を再び行うと告げるのだった。ま、ルールは3年前と同じ。この俺から鈴を奪い取るだけ。
もちろん俺を倒すつもりで来ないと鈴を奪うことはできないからな。私たちの力、加賀石先生にしっかり教えてあげましょう。ああ、修行の成果、見せてやるぜ。さて、始めますか。うん、はい。俺も少し本気を出さないとな。よし、一気に決めてやるってばよ。絶対に負けられない。どうやら今回は本気を出さないといけないようだな。一気に行く。クリス、うおだま、ラセンガン。まさにここまでとはね。さくらちゃんも強くなってんな。この成長に私も食らいついていかないと。一気に行く。お待たせ、大玉ラセンガン。こんなもんかよ、加賀先生。やるじゃない。カトン大火球の術。でけ間に合え。あったたたた、ね、行くぞ。あこのが秘伝体術奥義。千年の橋。よっしゃ。危ない危ない。さすが加賀石戦。あここまでやるとはな。だが次はどうかな。鈴は絶対奪い取る。頼むぜさくらちゃん。しゃべらー。しまった。なんつう怪力。落ち着け。大丈夫、私ならやれる。まったく、とんでもない忍びになったな。水遁水流弾の術。そうだ、雷気はっ。壊れちゃった大玉ラセンガン。うわっ、どうだ。バトン豪華球の術。大玉ラセンガン。頼むぜさくらちゃん。シャンダラー。しまった。すげえなさくらちゃん。豪華球の術。大玉ラセンガン。どうだ加賀先生、ビビっただろう。まだまだ負けやしないよ。水遁水流弾の術。大切り。はっ。カトン豪華球の術。水遁水流弾の術。やべ、逃げねえと。カトン豪華球の術。あんなの相手にしてらんねえってばよ。こいつはどうだ。さくらちゃん。シャンダラー。五体目なんて期待かと。つえ。水遁水流弾の術。なりきり。回してみろ。壊れちまった。逃げ切れるかな。大気どうだ。こいつはどうだ。水流弾の術。
効果級の術、大玉螺旋丸。こいつら水遁水流弾の術。サクラちゃん、ルルタンナラー、多重影分身の術。成長したな。本当にさくらちゃん大活躍だったってばよ。ナルトだって。よし。俺ってばカカシ先生追い越しちゃったかもよ。何言ってんのよ偉そうに。ま、とにかく二人とも試験は合格だ。今後は俺と一緒に任務をこなしていくことになる。二人はすでに生徒ではなく、背中を預けるに値する一人前の忍びであるとカカシに示した。こうして新たなカカシ班が結成されたのだ。新たなカカシ班が結成された矢先、思いがけない知らせがナルトの元に飛び込んできた。かつて中忍試験でしのぎを削り、今は風影となったガーラが暁の一員に拉致されたという。暁はナルトやガーラのような人中力からキュービや主角などの美獣を引き剥がし悪用しようと目論んでいた。ナルトはガーラを救うため仲間たちと共に
暁のアジトを襲撃する。そこでナルトが見たのはガーラをさらった張本人デーダラと死角を抜かれ絶命したガーラの姿だった。ナルトは逃亡しようとしたデーダラを追いかけ森で交戦状態となる。非道な暁に対しガーラの痛みを知るナルトの怒りは炸裂するのだった。ガーラを返せ。やれるもんならやってみな。お前だけは絶対許すわけにはいかねえ。人中力だなお前。それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われていた人中力はいなかった。あらやったかわいそうな嫌われ者同士放っとけなかったか。俺がぶっ潰す。やれるもんならやってみな。やるじゃねえか。勝つのは俺だ。吠えたところで俺は倒せやしねえんだよ。やった。逃がさねえよ。そら裏になっちゃう。俺が壁になる。あとは頼んだぞ。危ねえな。あとは頼んだぞ。そら これがオイラのアコだ。変わった人中力だなお前。それにこのガーラというやつも珍しい。ここまで人に思われていた人中力もいなかった。かわいそうな嫌われ者同士放っとけなかった。俺がぶっ潰す。やれるもんならやってみな。やった。やるじゃねえか。勝つのは俺だ。カトン投下球の吠えたところで俺は倒せやしねえんだよ。あれやった。準備 OK。 カトン投下球の実践。さあ驚け、強体しろ。準備 OK だ。俺の邪魔すんじゃねえ。
ナルトたちを、暁のデーダラを撃退し、ガーラの体を奪還することに成功した。だが、死んでしまった者を治療することは誰にもできない。なんでガーラが、ガーラばっかりが。少し落ち着け、渦巻きナルト。うるせえ！お前ら砂の忍びが、ガーラの中に化け物なんか入れなきゃこんなことにはならなかったんだ。お前ら、ガーラが何を思ってたか少しは聞いたことあんのか。何が人中力だ。偉そうにそんな言葉作って呼んでんじゃねえ。ガーラのために同国するナルト。その姿に心を動かされた砂隠れの里の重鎮チオバーは、自分の命と引き換えにガーラを生き返らせた。次の世代の者たちが忍びの未来を変えることを願い、信じたのだ。ナルト、チオバー様はお前とガーラに未来を託した。忍びらしい立派な最後だ。うん、三代目のじいちゃんと同じだ。ナルトはその思いに三代目火影と同じものを感じ、受け継いでいくことを決意するのだった。